平敦盛は平安時代末期の武将。平清盛の弟、常盛の抜子。以下は十五位下。官職にはついておらず、無官大部と称された。軍船を持つ熊谷直ザと平敦盛部への名手であり、祖父、平忠盛が、鳥羽院より賜った小枝という笛を譲り受ける。上腕四年から自称二年まで。 若さ守るに認じられており、過去に官職についていた経歴はある。平家一門として17歳で、一の谷の戦いに参加。源氏側の奇襲を受け、平家側が劣勢になると、牙で海上の船に逃げようとした熱盛を、敵将を探していた熊谷直ザが敵に後ろを見せるのは卑怯でありましょう。お戻りなされと呼び止める。熱盛が取って返すと、直ザは熱盛を、 馬から首を落とし、首を切ろうとこをあげると、我が子、直家と同じ年頃の美しい若者の顔を見て、躊躇する。直ザはは熱森を助けようと名を尋ねるが、熱森は、お前のためには、良い敵だ、名乗らずとも、首を取って、人に尋ねよ。速やかに首を取れと答え、直ザは、涙ながらに熱森の首を切った。このことから、 直ザネの出家の志が一段と強くなったという星神譚が語られる。遠鏡本や鎌倉本の平家物語では、直ザネが厚森の笛を屋島にいる厚森の父、平常森のもとに送り、直ザネの書状と常森の返し状が交わされる場面が描かれている。この平家物語の名場面は、後に、能、厚森、孔和歌、舞、厚森、文楽、 歌舞伎、一の谷二葉軍記などの題材となった。織田信長の好んだ歌、人間五十年、下天の内を比べれば、無限のごとくなり、一度性を受け滅ぼせぬもののあるべきかは講和か、舞、厚盛の一節である。昇歌、青葉の笛の一番は、厚盛の最後を歌って、広く知られる。一の谷の軍破れ歌たれし、平家の降達やあ,あれ暁。 寒きすまの嵐に聞こえしはこれか青葉の笛学府は一時的に使用不能です。広島県庄原市には古くから厚森さんという民謡が伝わっている。それによると厚森の室が厚森は生きているとの言い伝えを頼りに各地を巡り歩き庄原に至ってそこに住んだという庄原市春田にはそのた織姫の墓と言われるものが残っている。 直ザネは、研究元年法年の勧めにより、高野山で厚森の七回帰法要を行っている。また、一の谷二葉軍記では、実は厚森は、ご白河院のご楽院で、直ザネはそれを知っていて、自分の息子、小次郎の首をはねたという記述となっている。厚森が所有していた青葉の笛、高来笛は、スマデラに保管されている。これらの笛は、 江戸時代には廃館料を払えば見ることができるようになっており、笛にかかる松尾芭蕉の句も残されている。ありがとうございます。